スーパースタースクリームの妨害をかわし、ギガロニアに到着したギャラクシーコンボイたちは、デストロンとの戦いを経てメガロコンボイとブレンダルという新たな仲間を得たのだった。では早速だが、プラネットフォースのある最下層へ案内してくれないか。それは無理だ。どういうことだ。協力をすると言っただろう。おいおい、そう感化すんなよ。俺たちは捨てた町には立ち入るなという掟を守ってきたんだ。わかった。その町のデータも捨ててきてるんでしょう。その通り。すごい。たまにすごいの、あたし。二度と町に入らないのならデータは不要というわけか。掟を守るためにはむしろ持っていてはいけないデータだ。結局最下層への生き方はわかんねえのかよ。いや、ちょっと待て。逆に言えば捨てた町を探せばデータがあるんじゃないのか。おお、冷静な奴もいるな。まずそのデータ集めをやんなきゃってことだ。わかった。これって何？捨てた町にデータを集めに行くんじゃないの？コビーはこの星の町全てを回るつもりだったのか？この星は恒星サイズだから地球にある全ての町を回るよりはるかに大変なことになるな。あ、うん、そんなことしてたらおばあちゃんになっちゃうな。グランドブラックホールもそこまで待ってくれそうにはない。だからプラネットフォースの位置を特定して調べる場所を絞り込むんだ。どうやって？チップスクエアを使ってだ。マスターメガトロン様、早くお怪我の治療を。オーラ！なんだあれは。あれは怒りのオーラだ。何に怒ってるっていうの？ひょっとして私たち？だったら俺たちは無事でいられねえだろうよ。自分への怒りか。パワーを絶対的に信じる奴がそのパワーで不覚を取ったのだ。その怒りがどれほどのものか分かるしね。しかしこれじゃ治療もできないし死んじまうんじゃ。このまま死ぬような奴じゃねえ。マスターメガトロンは、ん？怒るといつもああなるのか。いや、あんなの初めて見るよ。まだまだ荒れそうだな。瀕死の重傷なのに。全く付き合いきれんな。おい、収まったら教えてくれ。トランスフォース。パワーだ。
パワーはこんなものではない。足りない、足りないぞ。もっと圧倒的な、絶対的なパワーだ。この手に、パワーをこの手に。プラネットフォースが反応している。探査に成功したのか。いや、反応を促したのは私ではない。何？では一体。この中蔵、パワーの源、そのパワー、この俺に起こすのだ。おいおい、今度は何だよ。フォースの位置は特定できた。そうか。でもプラネットフォースに反応したのは誰なんだろう。わからん。だが何？そのものはプラネットフォースから強大なエネルギーを引き出している。強大なエネルギー、一体誰なんだ。もしやデストロング？だとしても、今我々がすべきことは一刻も早くプラネットフォースへたどり着くことだ。しかし、ドレッドロックの言う通りだ。こうしている間にもグランドブラックホールは拡大し続けているんだ。ギガルニアの最下層にあるプラネットフォースの位置を特定したギャラクシーコンボイたちは、手分けをしてそこへ行くためのデータ収集を開始した。そら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 。わあ、すっごい迫力。ソニックボンバー、遊びじゃないんだ、真面目にやれ。うっせえな。素早くビルをチェックして回ってんだよ。そっちこそどろどろやってると置いてくぜ。なんだと？はあ、男の子ってなんでああなんだろう。ねえ、止めなくていいの？活気はないよりある方がいい。僕も混ざりたいくらいだ。勘弁してよ。よし、どうだ。口ほどにもないな。プラネットロック、そちらの様子はどうだ。あ、はい、手がかりはまだ見つかってません。お次。申し訳ありません。どうかしたのか。はい、いえ。まあいい、引き続きよろしく頼む。了解しました。ギャラクシーコンボ、どうした。ベクターフレーム、ガードシェルたちから応答がない。何？誰も返事をしない。ガードシェル、何かあったのか。ガードシェル、ライガージャック、ファングル、どうした。返事をしてくれ。力試しにもならんな。トランスフォーマー、トランスフォーマー。一体何があったんだ。何者かに襲われたようだな。しかも勝負は一瞬。辺りが破壊されていない。戦いが長引かなかったってことだ。彼らを相手に一瞬で勝負をつけられる。信じがたいな。この俺が振り切れないかと。おっと、化け物か。てっ、
どこにのある奴はいないのか。こいつは、ブレンダルがここまでやられるとは、一体どんなパワーをしてやがるんだ。大丈夫か？誰に襲われた？マスター、味方。だが、何？どういうことだ？このまま分散しているのはまずいな。そうだな。残ったものを集めよう。データ見つかった？まだ。もっと奥だと思う。本当にあるのかな？このコンピューターはおそらくこの街を制御していたものだ。必ずデータは残ってるはずさ。その作業は一旦中止だ。え？どうして？今ギャラクシーコンボイ総司令官から通信が入った。集合命令だ。マジかよ。コビー戻ってくれ。集合命令が出たんだ。せっかくここまで入ったのに。あ、なんかあった。きっとあれだよ。おい、コビー。5分だけ待って。あれがデータチップだ。コビー戻ってくれ。おいおい、データが見つかったんだろ。5分くらい待とうぜ。しかし副司令官殿はお堅いね。おー、来たんだ。歯応えのないやつばかり。全員一撃だぜ。どうなっちまったんだ、マスターメガトロン様は。すげえ。まったくわけがわからん。でも強くなったマスターメガトロン様素敵よね。で、俺たちはどうすりゃいいんだ。まあ今しばらくは見物としちゃいこうじゃねえか。はあ、お待たせ。あ、鈴だらけじゃない。お手柄だ。よし、急ぐぞコビ。ドレッドロック、どうした？今回はお前の言う通りにするべきだったかもだ。どういうこと？デストロンだ。しかし、なんだあいつは。ここは俺たちで時間を稼ぐ。その間に子供たちを。おい、勝手な子供は。メガロコンボイとギャラクシーコンボイはどこだ？知らないわよ。知ってたって教えるもんか。ほう、いい度胸だ。やめろ、しつこいやつ。そこまでだ、マスターメガトロン。ギャラクシーコンボイ。マスターメガトロンだと。ギャラクシーコンボイ。おい、ギャラクシーコンボイも一撃かよ。すげえ、すげえ、すげえ。マスターメガトロン。残念だったな、ギャラクシーコンボイ。マスターメガトロンはもういない。何？俺は新たなパワーを得て生まれ変わったのだ。で、なんてお呼びしたらいいんでしょう？俺の名はマスターガルバトロンだ。マスターガルバトロン。ほう。かっちょいい！マスターガルバトロン様。マスターガルバトロン様。よく来てくれたな、ギャラクシーコンボイ。探す手間が省けた。おっと、心配するな。お前たちも他の連中と同じように俺一人で相手をしてやる。なんだと？ずいぶんと大きな口を叩くじゃないか。俺に叩きのめされたのを忘れたんだな。もう一度心に刻み込んでやる。てぇ、忘れてはいないぜ。けぇ、なんだと。くそ、フォーシフィリッション、メガロクラッシュ、くらえ。こんなものか、バカな。メガロコンボイ、お前には感謝している。お前のおかげでこの新たなパワーを手にすることができたんだからな。
霊代わりだ。メガロコンボイがこうも簡単に。手をベクタープライム。うわ、邪魔だ。あ、なんという強さだ。パワーに差がつきすぎたかな。これでは楽しむこともできん。だが貴様の好きにはさせん。けなげなものだ。だが無駄なあがきよ。ゴーストシップイグニッション。しぶといやつ。ゴーストシップイグニッション。デスマシンガン。うわとどめだ。私たちもいるのに。電撃が。ギャラクシーコンボイ。なんだと、まだそんな力が残っていたか。だが自ら攻撃を受けに行くとは愚かにも程がある。子供たちを傷つけるわけにはいかない。私は約束したのだ。もちろん子供たちの安全は私が命に代えても守ります。宇宙を救い、必ず3人を地球に返すことをお約束します。私はこの宇宙を守る。宇宙に生きる者たちを守る。そして子供たちを守る。守らねばならんのだ。ギャラクシーコンボイスーパーモード。その程度のパワーアップでは力の差は埋まらんぞ。手加減してやれば調子に乗りよって。今楽にしてやる。ギャラクシーコンボイ、俺の力を使え。もう少し楽しませてくれると思ったが、持ち上げるパワーも残っていないか。死ね。パワーに目覚めたというのか。そんなこけおどしに屈する俺ではないわ。ギャラクシーギガクラス。面白いぞ、ギャラクシーコンボイ。マスターガルマゴン様。マスターガルマゴン様、まだ本調子じゃないっすよ。ギャラクシーコンボイ、まだまだ退屈しなくて済みそうだ。行くぞ。おい、トラスフォーム。マスター・ガルバトロン。
ギャラクシーコンボイ。ありがとう。すごいや、まだあんな力があったなんて。あの力は君たちがくれたものだ。え、どういうこと？君たちを守りたいと思う気持ちが私にあの力をくれたんだ。ありがとう、コビ、ロール。ギャラクシーコンボイ。しかし、マスターガルバトランとは恐ろしい奴に転生したものだ。気を引き締めて、さらなる結束で対抗しましょう。同感だぜ。うん。みんなの働きのおかげで、最下層へ行くためのデータをかなり集めることができた。よって我々は、これよりソロヌートの入り口に向かう。ギャラクシーコンボイ総司令官。どうした？進行方向に巨大な裂け目があります。何？無限にもうすぐ見えてくるはずです。あれはアトランティスだわ。アトランティス。バド、すぐに助けに行くからな。地下へ向かうためのチーム分けを考えてるんだ。ふん、じゃあ俺は一体誰と組むのかな。ソニックボンバーはと。待て、総司令官。それは来週のお楽しみにしておこう。なるほど。次回トランスフォーマーギャラクシーフォース、地下世界へゴー。宇宙を守れ、トランスフォーム。この番組は遊びだ文化宝とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。